ハロー YouTube、 シュです。今日は埴輪工場館に来ております。こういうところです。ここで暗唱するのはこの文章です。ではお願いします。秋山さなゆき、人の頭に上下などない、要点をつかむという能力と不要くんのものは切り捨てるという大胆さだけが問題だ。中村天風、まずは人間を作れ、魂を磨け、支えよ幸福は向こうからやってくる。良い運命の主人公になりたかったら、心の中に感謝と歓喜の感情を持つことだ。感謝の歓喜を見た言葉と行為は人生のはずのに良き幸福という実を結ぶ。はい、成功です。では、together together we will make Japan great again。 では、いってらっしゃい。